今日はこちらの光るポップアップトーストのカードを作ります。プルタブを引くとトーストがトースターから飛び出してハートが光ります。こちらのスタンプと台を使いました。この台を使うと簡単にスイッチを作ることができます。赤のチビトロニクスと銅箔テープ、3ボルトの電池を使います。白とクラフトのカードストック、トレーシングペーパー、こちらのパターンペーパーを使いました。4.25×8.5 インチのクラフトカードストック、 3.5×4.75 インチのパターンペーパーとホワイトカードストックをノッチの台とストレートのスリットの台でカットします。パターンペーパーの方はさらにハートの台でカットします。長いプルタブパーツを2枚準備します。8分の 7×3.5 インチにカットしたパターンペーパーにセンチメントをスタンプします。白のカードストックとパターンペーパーにトースターをスタンプし、カードストックの方は入り口の部分を少し曲がったスリットの台でカットしておきます。プルタブの先端のパーツとスリーブのパーツを台カットします。白のカードストックにトースターをスタンプして台カットします。トレーシングペーパーにハートをスタンプしたものを2枚準備します。16分の 7×8 分の7インチのパーツを準備します。トースターとトーストのパーツに色を塗ります。トースターのカバーのパーツをトースター本体に貼り付けます。パターンペーパーと白のカードストックを重ねてハートの中心部分に印をつけます。チビトロニクスのマークを書き込みます。
鉛筆で回路を書き込んでいきます。電池の場所に印をつけます。電池の場所に両面テープを貼り付けます。鉛筆で書いた回路の上に銅箔テープを貼っていきます。電池の場所まで来たら、両面テープの剥離紙を剥がし、銅箔テープを両面テープの上に貼り、少し折り返してカットします。プラス側の回路も同じように貼り、電池のところまで来たら、今度は1インチほど余分な銅箔テープを残してカットします。電池をプラスを上にして両面テープの上に貼り、プラス側の銅箔テープを電池の上に貼ってカットします。赤のチビトロニクスを印の上に貼っていきます。チビトロニクスの上からも銅箔テープを貼って補強します。2枚のプルタブパーツのうち、1枚の両側の羽の部分をカットして T 字型にします。プルタブパーツを折り線の部分で折っておきます。もう1枚のプルタブパーツも同じように折り線の部分で折っておきます。カットした方のプルタブパーツをスイッチパーツにします。プルタブの羽の部分をスリットに差し込んで一番上に引き上げます。プルタブパーツのフラップに銅箔テープの位置に印をつけます。プルタブパーツをスリットから抜き、印の部分に銅箔テープを貼ります。フラップをもう一度折り直し、折り目の部分の銅箔テープをよくこすって浮かないようにします。
プルタブパーツをもう一度スリットに挿入し、電気がつくことを確認します。表紙を作ります。センチメントを押したパーツをカバーパネルに貼り付けます。ハートをスタンプしたトレーシングペーパーを表紙の裏から貼り付けます。カットしてない方のプルタブパーツを表紙の裏からスリットに差し込みます。フラップの部分にトーストのモチーフを貼り付けます。トースターの裏側に薄いフォームテープを貼り付けます。フォームテープはなるべくトースターの端の方に貼るようにします。トーストの頭をトースターのスリットに通して、トーストの頭が少しだけ出るようにして貼り付けます。プルタブを引いた時にトーストがスムーズに出入りするのを確認します。スリーブのパーツを準備します。スリーブを折り線の部分で折ります。スリーブの真ん中の部分の裏側にテープのりをつけます。スリーブをプルタブパーツの裏側に通し、カバーパネルの裏側に貼り付けます。銅箔テープを貼った方のプルタブパーツにもテープのりをつけ、もう1枚のプルタブパーツに貼り合わせます。スリーブの小さなタブの方の内側にもテープのりをつけ、プルタブパーツを包み込むようにしてスリーブを貼り合わせます。これでプルタブパーツが左右にぐらつかなくなります。カバーパネルの裏側に薄いフォームテープを貼ります。
プルタブパーツのフラップを回路を貼った方のスリットに通して、カバーパネルと回路の台紙を貼り合わせます。プルタブを引くとトーストが飛び出し、ライトが光ります。プルタブのフラップの裏から補強用の小さなパーツを貼り付けます。プルタブを一番下まで下ろして余分な部分をカットします。プルタブの一番上に小さなパーツを貼り付けます。完成したパーツの裏に両面テープを貼り付けます。完成したパーツを2つ折りにしたクラフトカードストックに貼り付けます。完成しました。プルタブを引くとトーストが飛び出してきてハートが光ります。ローンフォーンのプルタブの台を使うと、とても簡単にプルタブスイッチを作ることができます。ぜひ試してみてください。